淡路型総会艦は、海上自衛隊が総会艦の厳正と新型機雷に対応するために、取得中の新型総会艦である。淡路型は、やえ、山型総会艦の後継で、海上自衛隊の艦艇のうち、江ノ島型に続く、繊維強化プラスチック製艦艇となる。機雷には、磁気反応型が多いため、機雷を処分する総会艦艇の船体では、 金属の使用を避ける必要があり、木造製が多かった。淡路型は FRP 製にしたことにより、前型の木造の矢へ、山型と、ほぼ同数法でありながら、基準排水量が3割低減し、船体が長寿命化されている。平成25年度政府予算案の概算要求のイメージ図では、ステルス製の向上が行われていたが、 翌26年度の概算要求では、江ノ島型を大型化した、艦数型となっている。FRP 船としては、世界最大級である。大型 FRP 船の建造技術、設備を持つジャパンマリンユナイテッドが2021年3月16日、3番艦、江田島を、海上自衛隊に引き渡した。防衛省、海上自衛隊は2020年度予算に、江田島に続く。 アワジ型4番艦の建造費126億円を計上した。航路に付設された機雷を探知する油部として、ウッズホール海洋研究所製のリーマス600が導入され、これが装備するクライン3500サイドスキャンソナーにより、機雷を探知する。なお、海事はリーマス600の先進動型であるリーマス100をすでに導入している。 なおリーマス600は2番艦までに搭載されたタイプは、水中無人機オズから2、3番艦以降に搭載されたタイプは、改良型の機雷捜作用水中無人機、中型オズマイナス4と呼称される。リーマス100も、同様に、水中無人機オズマイナス1、改良系を機雷捜作用水中無人機オズマイナス3と呼称される。水上や度にされた機雷には、 光学式監視装置で、機外半径外から機雷を判別する。これらの装備は、やえ、山形の8条に装備され、性能試験が行われた。また、U 部で探知した目標の精密探知には、平島型から装備されている Z S、ZQS-4 機雷探知機を、やえ、山形と同様に、対潜水艦用の新身度機雷を探知するために、吊り上げ式へ変更して装備している。 探知した機雷は、ドイツの c ックスと同様の使い捨てで、光ファイバーにより遠隔操作される、低感度高性能爆薬を搭載した、爆破能力の高い自走式機雷処分用弾薬の自爆で処分される。これにより、新進度機雷への対応や、平島型等が搭載する S-10 水中高層式機雷装当具のような、多機能かつ高価な装当具を誘爆で失うリスクが、 なくなる。なお、これら総統具とは別に、平島型から装備されている小型係総会具1型や、官王総会具1型が装備された。災害派遣の際には、コンテナを搭載するため官王総会具の一部、陸揚げも行われる。自衛、機雷処分用の2 0ト、mm、ル機関砲は、従来の総海艇に装備されている主導型の JM61M では、 なく、江ノ島型のは、津島と同じく海上保安庁が使用している遠隔操作型の JM61RMS が装備された。一番艦のアージは八重山の大艦として平成25年度に寄港、同29年3月に収益した。また、二番艦の平戸は同27年度に寄港、2018年3月に収益した。 三番艦も、発注済みである。計画建造数は9席で、令和2年度以降は2年に1隻を建造する、予定我が国の防衛と、予算平成25年度予算の概要 AB、最新映像会館、エタ島が、収益、開示官邸最大の FRP 製戦隊。高橋光介。ヤフーニュース。2021年3月16日閲覧。 三井造船技法、第205記、水中関連機器の開発自葬式、機雷処分用弾薬の開発新型総会館、引き渡し、JMU、平戸に FRP 仕様、日経産業新聞2018年3月19日、プロジェクト管理対象装備品等の新規選定等と、取得プログラムの分析及び評価の概要について2020年9月30日、 防衛装備庁海上自衛隊新型総海艦、淡路浸水部会一の機雷除去も、可能2回時の新型総海艦の浸水式、淡路と、命名29年3月収益予定、総海艦の命名並びに浸水式について、ジャパンマリンユナイテッドプレスリリース、2015年11月1日閲覧、総海艦の命名並びに浸水式について、 国内最大の FRP 製総会館の浸水式ジャパンマリンユナイテッドプレスリリース2019年12月12日閲覧総会館エタ島の引き渡し式自衛艦基準予式についてありがとうございます